アルマン・プジョーはフランスにおける事業家であり、プジョーにおいて自転車、自動車を製品化した。1999年に自動車でエン入りを果たした。1849年3月26日、プジョーを1810年に設立したジャンピエール・プジョーの孫として生まれる、エコール・サントラル・パリを卒業した。1871年、イギリスへの留学を終え、 フランスに帰国した、彼は自転車の製造を計画した。しかし、当時のプジョーの社長であったおじのジュール・プジョーにより拒否されてしまう。当時フランスでは自転車はイギリスと異なりほとんど普及していなかった。その後イギリスから輸入が開始されると、フランスでも人気となり、アルマン・プジョーを中心に開発が行われた。そして1885年、プジョー発の自転車が発売された。 もともとペッパーミルなど鉄製品で定評のあった、プジョー社の自転車は、技術力の高さで大人気となり、すぐに大量生産を始め、フランス屈指の企業となる。しかし、アルマン・プジョーは、当時黎明期であった自動車に着目し、製品化を目指した。1889年、プジョーは、蒸気自動車を製作したものの失敗に終わった。この頃、 パナールが1885年にガソリンエンジンの開発に成功したダイムラーとライセンス契約を結び生産を始めていた。1890年、このダイムラーのエンジンを用いてガソリン自動車を製作した。このモデルは試作品を入れ5台製作されたことから世界初の自動車量産メーカーとなった。その後も八百九十年代のフランスにおける自動車黎明期のレースで、 プジョー社は大活躍することとなった。アルマン・プジョー自身は1897年、大量生産に対応するためにオダンクールに初の自動車工場を作り、その後も自動車工場を作り続け、1912年には現在も主力モデルを生産している訴訟工場が設立した。1909年から1913年まで、 フランス自動車工業会の初代会長を務め、1915年1月2日に死去した。その後も、プジョー一族はプジョー、そして、グループ PSA の経営に関与し続けている。AB、自動車人物連、アルマンプジョー。gazoo.com。2019年10月8日閲覧。プジョープジョー家の歴史、技術的な課題に取り組み、 その活動を発展させてきた、プジョーの200年を超える歴史。w w w p u j o c o j p 2 0 1 9年10月8日閲覧。ありがとうございます。